いや。
すみませんでした。待て、逃がすと思っとうとや。礼儀のなっとらんったや。礼儀のしつけが必要やね。して欲しかった。流すタクシーの鈴木さんですよね。あんたは？こういうもんです。大阪府警？いや、私極道関係の事件を追ってましてね。
昨日から東条会の堂島会長がここ福岡で行方不明になったって話じゃないですか。そうらしいな。あなた、なんか行き先について知ってるんじゃないですか。堂島が行方不明になる直前、あなたのタクシーに乗っていたという目撃証言もあるんですよ。知らないな。大名橋で降ろした人ですよ。ああ、あの客か。なんてことはない。普通に降ろしただけだ。そこから先のことは俺には関係ない。関係ねえってことはねえだろ。てめえの古巣だろうが。よ、桐生さんよ。あんまし警察なめてんじゃねえぞ。な、どういうつもりで福岡まで来たかは知らねえが、てめえの所在ぐらいちゃんと掴んでんだよ。うん、そういうあんたこそ、府警の刑事がどうして福岡にいるんだ。今この中洲街にな、近江の若頭の渡瀬が来てるんだよ。何？近江の若頭がどうして福岡に。近江の七代目が危篤だって話、お前知ってるか。話には聞いてる。近江の七代目が死ねば東条会との五分杯がなくなる。そうなりゃ下手すりゃ戦争だ。だから東条会の連中は焦って各地に飛んで回っている。福岡には堂島自らが話をつけにやってきたわけだが、渡瀬はそれを阻止しにやってきたわけだ。阻止ってことは、近江が東条会より先に杯を交わすということか。さあな。別に奴らにとっちゃ東条会と山笠組が手さえ結ばなきゃいいだけの話。自分たちの言うこと聞かなきゃ山笠組を潰すぐらいの腹積もりかもしれねえ。そんなわけで今この中洲街は日本の裏社会において最も危険で最も重要で最も注目される場所になりつつある。当然東条会の奴らも近江の渡瀬が福岡入りしたことは知ってるはずだ。そうだったのか。まさか大吾を拉致したのは。うん、近江の人間、そう考えるのが自然だな。堂島大吾が掲載すりゃ杯交渉は進まない。もし東条会が会長代行を立てたとしても堂島大吾の身柄さえありゃどうにでも話を運べるだろうからな。で、あんたはそんな話をしに俺に会いに来たというのか。まあそう焦るな。いいか、本題はこっからだ。東条会に堂島の警護を任されたチンピラ二人組がいたろ。確か森永と相沢って言ったか。あいつらがどうした。あの二人の動きをあんたに止めてほしいと思ってる。なんだと。堂島大吾が渡瀬組に拉致されたとありゃ、あの二人が勝ち込むのは目に見えている。そうなりゃそれを口実に近江連合は東条会に向こう正面切って戦争を仕掛けてくるだろうよ。大戦争が始まるってわけか。だからあんたには奴らよりも先に渡瀬んとこ行って話を丸く収めてもらいたい。どうして俺なんだ。俺はもう東条会の大門もなければ極道でもない。だからだ、その方が都合いいんだ。今回の一件、間に入るとすりゃ裏事情に精通していて裏社会に顔が利く、どの組織にも属していない人間しかいない。つまりあんたが一番の適任者だってわけだ。それにあんたえれえ強えって話だしな。
警察が動けばいいだろう。バカ、オウミの大幹部を逮捕するなんてことになってみろ、それこそどんな事態になるか分かったもんじゃねえ。ここは何事もなく穏便に済ませるのが一番なんだよ。あんたの狙いは何なんだ。大阪府警が本庁を出し抜いて今回の事件を収めたら、これ以上あちらにヘイコラしなくて済む。あんたも知ってるだろ、以前府警の女デカとどこぞの極道が仲良くなっちまったおかげで、府警四課は表立って動けなくなったんだよ。この一件で府警が対極道の要だということをアピールする必要があるんだ。なるほど、理由はどうあれ利害関係は一致しているということか。でどうするよ、やってくれんのかい。私は今どこにいるんだ。クラブで組の幹部連中と楽しく飲んでるはずだ。確かオリビエって店だったかな。オリビエってあの、知ってるのか。ならなおさら都合がいい。今回の一件であんたがいくら暴れても、あんたが苦労して掴んだ仇の仕事は奪わない。当てにしてるぜ。じゃあな。渡瀬という男に話があってきた。なんやと？我どこの組のもんや。どこの人間でもない、ただのタクシー運転手だ。タクシーのうんちゃんやて？なんやこいつ、ごっつおもろいわ。おう、親父なら今戻ってきたとこや。